皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、なぜお客様の声は宝の山なのかが分かれば新企画をリリースするハードルが下がるというお話をしていきたいと思います。教室の先生は様々なシーンでですね、新しいレッスンとか新しい企画とか、新しい授業を立ち上げたりとか、いろいろなシーンがあると思うんですよね。で、もちろんですね、リサーチっていうのはいろいろな方法があって、一般的にどうなのかっていう、ネット上に落ちている情報とか、例えばヤフー知恵袋とかそんなものとかを見ながら作っていくっていうことも当然あるんですけれども、一番いいのはですね、やっぱりその実際のお客様の声ですね。これ生身の人間という意味の声なんですけれども、こちらが聞けるとですね、新企画を作成するハードルっていうのはかなり下がるんですよね。で、それがどういうふうにじゃあ活用していったらいいのか、どういうふうに新企画を考えるのかっていうことを今日は中心にお話をしていきたいというふうに思っています。まず新企画を作る時っていうのがどういう時なのかっていうのを最初にお話をしたいんですけれども、新企画を作る時っていうのは、例えばご自身の事業がですね、2通り大きくあると思うんですけど、少しこう売上がダウンしているので、既存の口座を手を入れて作り変えて売上をアップするみたいな、こうリニューアル、プチリニューアルとか、そんな形でやるような新企画を作る場合と、今はこれはこれで保っている、売り上げは保っているんだけれども、さらにもっと売り上げを上げたいがためにもう一つ新しい企画を立ち上げて、新しい層の人を入れてそれで売り上げを上げたいっていうような時とか、大体新企画っていうのを作るケースが多いですね。私も、1年のうちに大体両方やってますね。新しい全く違う領域の事業を立ち上げて、そこに全く新しい人を呼ぶっていうことで、事業拡大っていう意味をやっている時と、あとは講座が、当然ですけどね、講座とか商品サービスっていうのはプロダクトライフサイクルっていうのがあって、売上がこうだんだん上がってって、そして寿命がヒットするね、寿命が落ちていくから下がっていく、もうこれはどんな商品サービスでも必ずプロダクトライフサイクルっていうのは落ちていくっていうふうに終わっていくのが通常なので、それがどれぐらいの長さがあるのかっていうのは商品サービスによっては違うんですけれども、落ちる時期が来るんですよね。で、当然それをまた手こ入れをするっていうことで新企画でリニューアルをしていくって、大体この2つがあるんですけれども、私がとにかくその新しい企画を作るときに最重要視しているのが、お客様の実際の生の声ですね。これはインターネットビジネスをやる前から、ずっと前からやってたことです。実は営業職だったので、机上の空論とか、やはりですね、そこって生の声でやっていかないとずれてしまうケースが多いんですよね。自分が想像している通りにお客様を動かすことができるっていうのは、やはりその現場で持った知恵とか、実際にやってきて分かっている肌感覚も含めた実地の訓練とかがあって初めてその予測値がかなり正確なものになるので、例えばですね、私は今教室集客コンサルタントということで、教室の先生とほぼ毎日平均5人から7人の人と1時間近くセッションするんですね。セミナーの日はさすがに7人とかできないですけど、セミナーの朝とセミナー終わった後とかっていうのを予約入れたりするとね、ほとんど10何時間とか、そういった関係の方たちとずっと喋ってる形になるんですけれども、コンサルタントっていう仕事からですね、当然皆さんが問題を持ってるわけですよね。悩みを持っている。で、それを解決するからコンサルティングっていうお仕事が成り立つわけで、もう毎日悩みのオンパレードなんですよ。ということは、私はその悩みに対して答えるということは、その人によっていろんな悩みの角度と切り口でカスタマイズをした答えを出していくんですけれども、結局それを毎日触れてるっていうことは、それだけ悩みの数が増しているっていうか、蓄積が増えるわけですよね。その蓄積が増えるということは、イコールそれが私にとって
皆さんの悩みを解決するための次のコンテンツ作りの、ベースになるんですよね。まあ、だから宝の山っていうことになるんですけど、だから悩みをたくさん聞けば聞くほど、それに対しての解決策とかを当然お話をしていって、でその解決策の共通の言語ないしは共通の、まあ、最大公約数的なものが溜まってきたな、多くなってきたなと思ったら、それで講座を作ってリリースをすれば大概ヒットします。悩みがいっぱいあるって分かってますから。一人の人の悩みの後ろに軽く10人はいるって言われているし、悩みの種類によって100人ぐらいいるっていうようなものとかもあったりするので、その悩みが重なってきた、ここはやっぱり皆さん必要だなっていうのを日々触れていると、今必要なものっていうのが見えてくるので、それを作ってリリースするから売れるっていう形なんですね。これは私の職業の、もしかしたらもちろんある意味特権っていうことなのかもしれません。毎日悩みを聞く商売だからです。それはもうイコールそのまま、それを解決する商品を作ることができれば、そのまますぐ、売れていく商品になっていくっていうことなので、私の場合にはもちろんそういう、まあ、ちょっと特殊な立場であるっていうことには間違いはないです。ただパン教室の時もそうですし、あと営業職でいろんなお客様のところを回っていたりとかはしてたんですけれども、提案とか企画書を作るとか、そういうケースにおいてもですね、必ず現場の声って聞いてました。必ずです。例えば上司っていうか、まあ、部長職の人から、これこれこういう案件でうちの、現場がねこう困ってるんだっていうのを言って、それを解決する提案書を作るとするじゃないですか。でも絶対に私現場に聞きに行きます。なぜならば、上が見えてる世界と現場にいる人が見ている世界は全く違うことがすごくよくありいたので、この上の決裁権限者の人に気に入られるようなプランを作ってもうまくいかないことが多いっていう一般的な話で多いのは、この現場の解決策を依頼しているのに現場の声を聞かないで、この人に気に入られるようにだけに作っちゃうと当然採用されないんですよ。現場の反対が起こるから。だから企画書提案書を作るときっていうのは、まあ三方よしっていうのは最低限クリアしなくてはいけなくて、私の会社、こちらの会社の部長さんの立場、あと現場の方の立場、まあ、これが基本オールハッピーになるように組み上げるっていうのが現場でやるスキルになります。でそれに加えて、もっと大きい会社になると、さらに上に2人ぐらい上司、決裁権限を持った上司がいるので、その人たちが望むものって違うんですよ、決裁権限者によって。だから場合によっては5方よしとか6方よしで作っていかないといけないので、余談ですけれども、誰か違う方がねおっしゃってたんですけれども、法人営業をその上まで決裁を通させるところまでの提案ができる女性の営業職の人はほとんど本当に少ないと。だから逆にそれができる力がある人は個人、営業だから、まあ、B2B じゃなくて、まあ、B2C とか、まあ、C2C とか、まあ、C2C ないな、B2C か、ビジネスカスタマーっていうね、そういった1対1の個人のお客様を相手にする営業は何ら難しいことは全然ない。スキルはその上の方の決裁権限者を通すスキルは、男性の方は信頼されやすいんだけれども、女性はなんか駒使い的な、お使い的に扱われることが多いから、対等な立場で話せるような知識と、あとはコミュニケーション能力がないと上の人とは直接話ができないから、そのスキルはすごく、軽有なもの、女性の場合はっていうようなことを、女性でそういうナンバーワンセールスの方がねおっしゃってました。結構日本でも有名な方なんですけどね。ということは、まあちょっと余談で話はそれましたけれども、そのお客様の声がありきで全てが進んでいくんですね。ですから新規開業の人は結構苦労するんですよ。あくまでも想像でしか、この人にとってきっと喜ばれるに違いないっていう生身の人間にインタビューができる機会がほとんどないので、想像でやるしかないから、どういうことになるかというと、一発でうまい状態が作れればラッキーでうまくいっちゃうケースもあるんですけど、リリースするダメだったとか、あとは来た人に意見を聞きながら講座を直していくっていうことをしない限りは難しい。
だから実は開業時の人がコンセプト設計とかターゲット設定、ペルソナ設定っていうのをやっていくのは非常に難しいんです、実は。何にも知識がない上に、そういう会ったこともない人の気持ちを想像して調査はしますよ、するけどそれ本当の話じゃないから、それでやっていかなきゃいけないから結構大変なんです。で、逆に実は楽なのは、当時生徒さんがいる方は実は楽です。同じタイプの人を集めたい場合にはです。 同じタイプの人を集めたい場合には、今来てる人たちと一緒にいるのがハッピーで、金額的にもその金額レベルの人をとにかく大量に集めたいとなると、そこの中にいる人たちの中で自分が一番理想とする人の意見を聞きながら講座を作ると似たような人が集まるはずなので、そういう拡大の仕方は難しくないです。問題は今の人たちはそれはそれとして、全く新しい講座を組む時にこの人たちの意見ってあんまり当てにならないんですよ、全く新しい講座だから。それに合った人を呼ぶっていうと、やっぱり新規開業の人とほぼ同じような状態になります。ただ話を聞ける分、少しこうそこに寄っていけるような内容に近く作っていくことはできますよね。全くいないよりはいいです。だけどやはり新しい講座で、例えばこの方たちが5,000円でやってる講座だったのを少し高額講座って言って30万円の講座を作るっていうと、中には買う方もいらっしゃるかもしれないけど、基本的には全く違う層を違うとこから引っ張ってきて呼ぶっていうケースが多いです、基本的には。そうするとやっぱり本当は声を聞きたいのに聞けない、近いところこの辺りかなという勘どころで、まあ、進んでいくっていう、そういう形になるんですよね。だから普段から今いるお客様も含めてなんですけれども、人間に興味を持つっていうのが、まあ、とても必要になってくる内容になります。人間に興味を持つ、人間にっていうのは、こういうライフスタイルを送ってる人はこういうことに興味を持ちがちとか、こういう生活をしてる人はこういう時間帯で生きてるから、この時間帯の、まあ、例えばテレビを見ないとか、そういうのは見ないとかね、雑誌はこういうものを読むとか、そういうところもしっかり想像した状態でレッスンを組み上げるっていうことが必要になってきます。だから例えば私がパー教室の時もそうですし、今のコンサルティングの方もそうなんですけれども、こういう人に来てほしいという対象の人を決めると、その人たちの当然悩みっていうのが、細かく分かるわけですよね。で、最近だから悩み別に細分化しちゃってきてるんですよ、内容が。開業初期の人が抱える悩み、これから教室の先生になりたい人っていう人が悩む、抱える悩みと、開業後1年から3年くくりですね、まあ、5年っていう人も入っちゃってる時もあるんですけど、ちょっとやり始めて自分でやみくもにやってみて、そしてどんどん辛い状態になっていって、うまくいかない中で悶々としている、集客うまくいかないっていう開業初期、まあ初期の頃の1年から3年の先生ですね。で、そこから次は今度、そこは乗り越えたんだけど、今度5年から10年の先生っていうのは、こうもう一息大きくなりたいのに、自分のもう能力の限界というか、頭の限界、自分で考えつく言葉でしか伸ばすことはできないから、これはそれ以上の世界を知ってる人の話を聞かないと伸びていかないっていうのが5年から10年の領域です。で、10年以上は今度どういうふうになってくるとかっていうと、時代の背景が絡んできます。10年以上の先生の時代っていうのは、何もしなくても人が集まってくるっていう時代が教室業の時代だったんですね。だから満席が続く教室はゴロゴロあって、何もしなくてもそこに教室があるというだけで教室に人が集まってくるっていう体験をしちゃってる方が多いのが10年から20年の先生です。そうすると、その方たちは実は集客を自分がやってるっていうか、集まっちゃってるからできてるつもりでいたのが、実はすごく大いなる勘違いで、勝手に集まっちゃってたのは教室がなかったからなんです。だから外的要因に左右されるような、状態で
うまくいってただけっていうのを、集客ができなくなっちゃったタイプの先生は自覚するところから始まるので、なかなかにこれプライドが傷つくし気持ち的に辛い作業なんですけど、それを事実だということで認識をしないとですね、要は自分は集客ができてたんじゃなくって時代の波に乗ってラッキーだけだったんだって理解するところから始まるんですね。それを理解して集客をゼロから学ばないといけないので、うまくいっててそれを引き続き継続的に意図してうまくいかせることができている先生は多分そうなってないんです。だからそこの分かれ道っていうのは非常に大きくって、どういうふうにやってきたのかっていうことと、まあその環境ですねっていうのも、いっぱいいろんな種類の先生をやるでサイトを見始めてお話を聞くようになってきて、特にそう10年過ぎてる先生とか、だいたい昔は何にもしなくてもよかったんですっていう話をすごくよく聞くようになったので、まあ、そういう分析ができるようになった。まあ一個一個の先生のグレードと段階で何にどう悩んでるのかっていうのは今ちょっと軽くお話をしましたけれども、突き詰めればもっともっといっぱいできます。だから私3つのサービスに分けて今展開をするようになってしまったんですね。もともと1本でやってたんですけど、皆さんの意識レベルが違いすぎてですね、開業初期の人と中くらいの人と何でもやってる人それを分けてやっぱお話しする方が皆さんにとっても、分かりやすい講義講座になっていくんじゃないのかなと思って細分化したんです。ですからお客様の声を聞けることができる立場にいると、その人たちからのリアルな悩み、リアルな欲するものっていうのが聞けるから、それに合った商品サービスを作れば売れていくっていうことで非常にやりやすい状況なんですね。だからお客様の声をきちんと集めて、きちんと対面で、アンケートじゃなくてね、やっぱ対面がいいです。そこから出てくる本心の言葉が一番商品サービスを作る上でいいので、とにかく聞くことができる実在の人物がいる方はぜひ聞いてほしいんですよね。手間暇惜しまず、でそれをやることができると企画を作るのは割と楽で、一生懸命考えて瞑想して、変なこう迷路に入ってしまってぐるぐるして前に進めないより、実在の人物の本当にそれが欲しいのかっていうのが分かる、話が聞ける立場、ないしは聞ける人脈を持っておくっていうのはとても大事で、だから新しいサービスを作る時っていうのは、まだサービスを受けたことがなくてもいいんだけれども、あなた自身かあなたに興味があるような人たちをプールしておく場所がどうしても必要なんです。まあ、それが LINE であったりとか、 LINE 公式アカウントであったりメルマガだったりするんですよね。でそこの中で例えばアンケートとかを取るとかなり精度が高い、もともとあなたのサービスをいつかは受けてもいいかなって思って興味を持っている人がそこにいることになっているので、その人たちに聞くことができるので、全くゼロの人はまずそのファン作りから始めることが必須で、それによって宝の山であるお客様の声っていうものを実際にリアルに聞いていくことができるというのがプロセスになっていきます。ですから、まとめると、なぜお客様の声は宝の山なのかが分かれば、新企画をリリースするハードルが下がるというのは、お客様の声に対応する商品サービスを構築することができて、でその商品サービスがまだライバルが作っていなくって、その方たちにとってものすごく喜ばれるサービスであったとしたら、そこに置いておくだけで売れるということです。だから、まあ、ある意味集客いらずということになるので、新企画っていうのはそういうものを見つめ直す非常にいい機会なので、まあ、例えば年度代わりとか季節代わりとか、あとはターゲットを変えるとか自分の事業形態を変えるという時には非常に良い機会になりますので、その時にチャンスと思ってぜひいろんなお客様の声をリアルで足を使って聞いていただけるといいかなというふうに思いまして、今日の話をさせていただきました。それでは。